ちょっと小さめに始めるね。ではお待たせしました、千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。今日初めて佐賀に降り立ちました。皆さんどうぞよろしくお願いします。ではでは早速歌っていきたいと思います。普段は、ね、関東で活動しているのでこうやって九州来るのなかなかないので、もしよかったらねちょっとでもお時間に、ね、聞いていってください。それでは1曲目、いつも通りこの曲でスタートしたいと思います。ノベルグライドさんの月見草という曲です。聴いてください。I'm not afraid to die.
て佐賀に来たので、なんか美味しい食べ物とかおすすめのお土産があったら教えてください。今日はどうぞよろしくお願いします。かと思うんですけど、今日はちょっとお天気の様子も怪しいし風も怪しいので、早めに皆さんのリクエストにお答えしようかなと思うので、早速なんかこれを歌ってみたいなあったら歌いたいと思います。ハッピーバースデーツの普通のユイの分かんない普通のハッピーバースデーツのユイってやつなんだけど分かんないな。はい、ファーストラブ。ファーストラブ、OK。はい、他に3つぐらいとりあえず聞きます。はい、アスネの鷹。うん、アスネの鷹。アスネの鷹、はい。ペガサス。プレザス。あ、プレザス。はい、ワンさんのベストスターコンサート。 OK。 晴れてきたんじゃない？晴れてきた。私すごいね。今日あれだったんですよ、雨だったんですよ。そう、私晴れ女なんて何も雨に濡れないんですか。面体重のせいでちょっと前髪が面体重を求めに行ったらちょっと前髪がね。はい、じゃあ何だっけ、ファーストラブ。ファーストラブから行こうかなと思います。よかったらね、ぜひね、お近くで聞いてってくださいね。ファーストラブ。撮っていただいた動画や写真はね、好きに使っていただいて大丈夫です。拡散してくださったらめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。それでは宇多田ヒカルさんのファーストラブを歌わせていただきます。I'm not afraid.
改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりと申します。ツイッター、インスタ、TikTok、いじめいろいろやってますので、よかったらぜひフォローしてみてください。リクエストありがとうございます。この後も続いてね、リクエストお答えしていきますので、よかったらこれで耐えるみたいなのをおっしゃってください。では次はプレシャスと別の人の彼女になったよう覚えてる、あとの時汗で ありがとうございます。すみません、ありがとうございますね、風がね。じゃあ汗の手紙からいきましょう。この曲はあれだね、 YouTube にもアップしてるので、よかったら YouTube の方も見てみてください。普段関東で活動してるのでなかなか九州来れないんですけど、実はね、来月また福岡の方に来る予定、違う再来月か、5月来る予定があるので、ツイッターで情報も SNS からチェックしていただけたら嬉しいです。バッテリー貸しましょうか。ですか。ちょっとそのこっちで使ってる間にこの子に命を。ありがとうございます。すみません。大丈夫ですか。足ります。大丈夫ですよね。ありがとうございます。自分の充電器が充電できないという。ありがとうございます。助かる。行かない。iPhone ですか。iPhone でございます。あ、じゃあダメだ、貸せない。iPhone の USB はある。あ、みんなモバイルある。ありがとうございます。大丈夫。ありがとうございます。USB プロ持ってます。すいません。本当に充電すごい、なんか新幹線なんだけど。ありがとうございます。カニもあ、いけた、いけた、ありがとうございます。この子を給付してる、補給してる間に君には頑張ってもらって。あ、そっか、そっちつなぎながらこれにインターネット共有すればいいか。これでいけるんちゃう。お、来たんじゃない？あ、いいね。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。恵んでくださった皆さん。充電のない女みたいな意気込みがつきそうだね。いつも充電ないから。ハッシュタグ充電が。充電ない女。あ、でもやめてください。ハッシュタグこっちでお願いします、ね。よろしくお願いします。はい、それではじゃあリクエスト曲の明日への手紙歌わせていただきたいと思います。明日を描くことを
の日